今度は両の方から胸を抜きました。そうですね。それではもう少し高くしています。それ高さが上がっても胸は胸びれを抜いていきます。このようにして少しずつ手を出す位置を高くしていって、続いて握手の完成形に挑戦します。握手がうまくできた時には大きな拍手をお願いします。それではいきますよ。せーの、それ。握手の完成です。今は安全に高いところまで胸びれを持ってくることができるようになりました。このように少しずつ段階を踏んで種目が完成していくんですね。